後はこの方、岡田博樹投手。寮生活を耐えるから怖いもの何もなくなりますよ。する前に僕はバスが高かったので、春の時期は応援にも行かないけど、寮のしっかり教わるわけですよ。部屋の入り方一つで、ご飯の継ぎ方ちゃんと切ってふわっといく、こんな入れ方した日のやつ、どんぶりの時期1年生は朝起床前にご飯食べなきゃならないですよ。とりあえず起床前に起床してないですよ。誰が起床する前、先輩がとそれ正確に起床する前って寝てるよ。どうぞ、そらすよ。端的に話すんですよ。起床って何時の9時30分決まってんの。日課係っていうのが起床の時間です。その前に1年は全部済ましてもらえる。9時30分から朝前に。何？早さ。ブランドやるって言ってくださる。
の顔は闘争心がわからないもんね。バカもさ。暴力じゃないですか。お前シャシャリ出てきたよ。